鳥山石炎、根弱がと属百鬼より、油赤子。油赤子は、江戸時代中期の浮世絵師、鳥山石炎による、妖怪画集、根弱がと属百鬼にある日本の妖怪。根弱がと属百鬼の解説文には、次のようにある。大見国王大津の八丁に、玉のごとくの飛飛行することあり土人運うんむかししがの、里に油を売るものありよるごとに、 大筒辻の地蔵の油を盗みケルがそのものをして、根泊園となりて、今に迷いの日となれるとぞしからば、油をなむる赤子はこのものの再生生死にや、昔滋賀の里に以降は、江戸時代の書物、諸国里人団、本町個人年収にある会花油盗みの日を引用したものである。それらの書物によれば、大見国大津で、油売りが夜ごとに地蔵の油を盗んで売っており、 そのものが死後に迷って、開花となったとの俗心が記述されている。比叡山にも、油棒という開花が現れたといい、諸国里人団ではこの油盗みの火は、油棒と同じものとされている。石炎の油赤子は、この諸国里人団などにある油盗みの火を元にした創作物と推察されている。近年の妖怪関連の書籍では、この妖怪は、 火の玉の姿で飛来して、家の中へ入り込み、赤ん坊の姿となって、暗闘の油を舐め取ると、再び火の玉の姿に戻って飛び去っていくものと、解釈されている。かつての田舎の暗闘には魚油、それも生成されていないものが用いられていたため、猫がこの油を好んだ姿が、油赤子に見えなくもないとの説もある。この油赤子の解釈に似たもので、小説家、山田則夫による、 階段集、東北階段の旅では、秋田県の階段として、油かつて赤子と題し、秋田の庄屋の家に赤子連れの女が泊まり、その赤子が安闘の油を一滴残らず舐めてしまったという話がある。東北階段の旅は、石炎の創作妖怪など、民間伝承にない妖怪が多く登場していることが、専門家から指摘されており、この 油なめ赤子も石煙の油赤子をもとに創作したものとする説がある。また、伊原西閣による江戸前期の浮きを増し、本町二十不幸にも東海を飲む子供が登場するが、同様に創作物と指摘されている。これらの他にも、油なせやバーガー火など、油への就寝にまつわる伝承を伴う妖怪炭は多い。こうした背景には、日本では、 油はもともと食用や照明などに重宝されており、特に中世以降は油の生成技術が向上したことから油は生活必需品となったという事情があり、油を粗末に扱うことへの戒しめからこうした妖怪が生まれたとの説も唱えられている。ありがとうございます。